すべての食材の旨味がギュって染みてて、ご飯がすごい。わだっち、今日作る料理は何ですか？はい、今日は今が旬の秋鮭を使って鮭のオレンジバターホイル焼きを作っていきます。バターホイル焼きは普通レモンでしょ？レモンよりオレンジで作った方が香りも華やかだし、すごいから。オレンジで作るの？そう、オレンジで作るの。まずはですね、鮭の方にお塩を振っていきます。はい、はい、ちょっと小ぶりのものだったら少しお塩の量減らしてあげてください。一切れ少々ずつ。少々は指2本。2本です。だいたいこれで 0.5g なりますので、だいたい一切れ 60g に対して、まあ 5g、 だいたい 1% ですかね。じゃあこれで置いておきます。はい。でこれ置いておくことによって鮭のこう臭みであったり、うん、嫌なものっていうのがこう出てくるので、うん、このままちょっと、この置いとくときって常温のまま置いてていいんですか？うんうん、大丈夫です。じゃあ他のもの切っていきますね。はい、玉ねぎからいこう。で今回はだいたい 5mm ぐらいの輪切りにしていきます。あ、輪切りでいくんですね。うん、輪切りでいきます。で玉ねぎはおおよそ半分ぐらい使うイメージです。はい、じゃあ続いてきのこ。はい、はい、きのこ何でも大丈夫です。椎茸とかでも？あ、椎茸ちょっと確かに香り強いな。あ、じゃあ椎茸は除くキノコ。そうだね、そうだね。で、マッシュルームとか。あ、いいですね。あとは、まあ今日使うとこれね、もう一個エリンギとか、うん、あとえのき。あ、えのきも大丈夫。えのき、うんうんうん、で、エリンギの方もこれだと食べにくいので、はい、まあ食べやすい感じに切っていきましょう。エリンギってこの下の部分も食べられるんですか？食べて。あ、そうだったんだ。食べて食べてください。なんかほらちょっと段があるじゃないですか。大丈夫、いいんだ。いい、へ、食べれる。ちょっとね、今日パセリ使うので、はい、ちょっと切っておきましょう。そうなんです、茎の部分をですね、はい、入れて使うので、ちょっと茎の部分外していきますね。あ、茎を使うんですか？そうです、茎を使います。茎を使う。はい、こっちの方はまあ今日使わないんですけど、飾り用に、うん、あとは切っときますね。こういうパセリの残った部分ってどう保存してたらいいんですか？はい、すぐいただくようだったら、あの水に刺して、うん、コップとかに入れといて、水に刺して冷蔵庫とか入れておくと結構長持ちするんですけども、もうあとはもう切って保存していくのが一番いいと思います。うん、パラパラの状態で。そう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 、その方がいいと思います。これをみじん切りにしておきます。はい。でもしあのパセリ買うのが面倒とかそういうのがあれば、まあしょうがないので、うん、なくてもいいです。でこのままだとやっぱりちょっと湿ってるので、うん、刻んだ後に。そうです、刻んだ後に中に入れて、これやるだけでだいぶ違うんですよ。へー、ギュッて、うん、でこれやるとね、パラパラになるので。へー、そうそう。でこれやっときます。じゃあここに入れておきましょう。はい、じゃあ切るのが終わり。 あっという間。はい、あっという間です。鮭あの5分10分ほど経ちましたので、うん、表面があの塩が溶けてるの分かります？汗かいてるの分かりますか？うん、汗かいてる。でこれがですね、ちょっと臭みの原因だったりするので、はい、これをポンポンって押さえて取ってあげます。しっかり拭き取る。はい、こんな感じ。わあ、結構出てた。そうなんですよ。だからあの臭みがどうしても出やすいので、うん、このひと手間があるだけでもね、味が全然違います。へえ。なので大事です。はい、そしたらじゃあ包んでいきましょう。ホイルをだいたい30センチぐらいで、30センチっていうとあの2リットルのペットボトルの高さを思い浮かべながら、うん、こう切る感じ。わかりやすいでしょ、うん、そうそう。でバター塗りますね。まずバターを塗る。はい、あのこれバター塗ることで食材がくっつきにくくなります。ホイル自体に。そうです。でそうしたら玉ねぎ、はい、まず最初にのせます。あ、順番大事なんですね。順番大事です。そしてでこちらが、はい、ちょっと待って、何これ？ご飯。今食べるの？食べる。食べない。どっち？先生はちゃんと説明して。そう、ね、これ冷やご飯なんです。はい、冷やご飯を乗せます。乗せます。ここに？ここに乗せちゃいます。で乗せるときはこの、スプーンとかを少し濡らしてあげるといいですね。全然わかんなくなってきた。え、鮭のホイル焼きですよね今日？そうです。でその上に鮭。鮭です。
はあ。そしてキノコ、キノコはじゃあしめじ固めて大丈夫なんですね。そうです、大丈夫です。で、あの乗せるときに、はい、こういうキノコとかは、まあ、あの最後の方でいいんですけど、割とこうなんかちょっと添えるようなイメージっていうのかな、はい、で乗せてあげるといいと思います。でそしたら、はい、じゃあ今度タレをですねかけていくんですが、はい、じゃあタレは、まずお醤油ですね、お醤油と、はい、あとは白ワイン。白ワイン、はい、こういう時白ワインなかったら、あ、酒とかでもいいです、日本酒とかでも大丈夫です。ニンニク、おろしニンニクを少し入れてます。はい、はい、でおろしニンニク入れたら、うん、あとですね、これですね、これなんだ、黒胡椒じゃないんですよ。え、何、あのラーメン屋さんとかになんかこうグレーっぽい胡椒あるの分かります？白胡椒と黒胡椒が混ざってるんですよ、うん、ラーメン屋さんにあるやつって、うん、でこれをですねかけていきます。これがあるといいと思います、うん、はい、これをちょっとで、これをかけていきます。であとは、はい、ここで、レモンじゃなくて、レモンじゃなくて、はい、オレンジで、これオレンジにした理由っていうのが、あのレモンもいいんですけど、レモンって独特の酸味と、はい、あと皮にある苦味がどうしても出ちゃうんですよ、はい、でオレンジだとどちらかというと香りがすごい華やかで、うん、フルーティーで、うん、皮の方の香りっていうのがレモンに比べてこう甘みがあって、子供でも食べやすい。へえ。でなんかちょっとおしゃれな感じがする。めちゃくちゃおしゃれ。時短映えね、ほら。あ、そう、時短映え。出たー。時短映え。なのでこれ乗せていきます。パセリの茎です。これを香り付けに。へえ。でこれで、でバターを乗せて、これだと包みきれないんですよ。はい。量が多いので、なのでちょっとホイルを切って。はい。これぐらいかな。こんなもんかな。あとはこういうふうに。かぶせるように。かぶせるようにして。であと端っこをねじって、はい、でねじった時のこれ上に向けてください、絶対に。それはなんでですか？あのね、漏れちゃうんですよ。あー、でこの後しかも蒸し焼きにするので、はい、水が入ってっちゃうから、うん、必ずこの閉じ目はねじったら上に向けてあげてください、はい、では1台入れちゃいます。はい、どん。でこれで1台完成なので、もう1台同じようにやります。はい。そしたら今度ここのフライパンの中にお水を入れていきます。蒸すからですね。そうです。でお水はあのだいたいそこから1センチぐらい、はい、うん、なのでちょっと、でそしたらこれで蓋をして、はい、蒸し焼きにしていきます。はい、中火で熱してきて、はい、で沸騰したらだいたい10分ぐらい。おお。でここでですね、はい、魔法のボタン、あ、これだ、これですよ、便利なやつ。これですよ、もう。これを使うんですか、今日は。そうです、テンプパンを使います。はい。これがあると、あの温度の上昇が見やすいのと、あと蒸し焼きにした時にうっかり焦げちゃう時あるんですよ。あ、水分少なくなっちゃってるみたいな。これをね、見ると、あっという間にそれが分かりますので。なるほど。ホットケーキとかね、ガスとかアイスとかフライパンでやると、どうしても温度管理っていうのが難しくって、焦げちゃったりとか、焼きムラができちゃったり。でもこれだったら、温度がすぐ分かるので、うん、そういった失敗もすごく少ないと思います、うん、でこれでクツクツこうしてきたのが見えてきたら10分間にしていきますね、はい、おこれでね、じゃあいきます、開けてきますね。見たい。うわー、鮮やかで香り、あ、すごい、なんかフルーティー。パセリの茎はあの食べないので、あ、はい、ここで抜いちゃいますか、はい、抜いちゃいますね。でこれあとはお好みなんですけれども、はい、追いバター、あー、いいですね、はい、してもいいと思います。でこれは熱々のうちにやってください、はい、で最後に、はい、先ほど刻んだパセリ、あ、これで鮭のオレンジバターホイル焼きの完成です。はい、それでは早速いただきます。おいしい、すごい、めちゃくちゃあのフルーティーなんですけど、ご飯にもう全ての食材の旨味がギュって染みてて、ご飯がすごいオレンジにすることでもうすっごい優しくなってて、鮭がやっぱり蒸してることでホクホクにもなってるし、
だけど下に一番敷いた玉ねぎがしっかりシャキシャキのまま、うん、これすっごいおすすめしたいのが、うん、これ本当にちっちゃい子でも食べれるんですよ。だってレモンのほら苦味もないし、うんうんうん、酸味もないから、お醤油とか白ワインとかはかけないでおいて、うん、でバターを乗せて蒸して、そしたら一緒に食卓で食べれる。で大人は後からお醤油とかかける。後からかけてもいいんだ。そうそうそう。でも簡単だったんですけど、うん、改めて今回のポイントを教えてください。はい、本日のお料理のお宝ポイントは、オレンジを乗せて香りも華やか、見た目もおしゃれな時短映え、お子様も食べやすく、水を加えて蒸し焼きのようにすることでふっくらフライパンも傷みにくく、ご飯を加えて食べ応えもあり、旨味もたっぷり吸ってまとまりのある味に。いや本当に今日も美味しいレシピをありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ美味しいレシピもありますので楽しみにしていてください。今回ご紹介したレシピが美味しそう、食べたい、作ってみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもお待ちしてます。そして本日使った食材とレシピも概要欄に載せています。便利なキッチングッズもぜひチェックしてみてください。ビタクラフトの天パン、すごかったでしょ。いや今回も本当にすごかった。あれはね、本当ぜひ1回試してみていただきたいので、うん、ぜひご覧ください。このチャンネルは毎日忙しくされている皆さんにもお宝なレシピをご紹介していきます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、うん、次回のお宝キッチンもお楽しみに。バイバーイ